ものすごい田舎に住んでいて、父親と母親の、ね、仲がものめちゃくちゃ悪かったんで、どん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 満たされない田舎に住んでて、俺はこのまま終わっちゃうのか。小学校の時にね、ホリエモンは東京旅行するんだ、家族で。家族3人で、お父さんとお母さん、仲悪いお父さんとお母さんと3人で、ところが東京駅に着いて、そっから田舎に絶望したわけ。まあ、最初はですね、久志さんっていうですね、20代男性ですね。私は田舎に住む29歳、公務員です。結婚の予定もありません。子供の頃より作家として、まあ、小説家ですね、作家としてデビューすることを夢見ていました。これまで空いた時間に執筆をしながら公務員として生活をしていましたが、体力的にも時間的にも最近限界を感じてしまいます。そこで一度仕事を辞め、これまでの貯金を崩しながらアルバイトをし、執筆に専念したいと親に相談したところ、猛反対。最後にはただでさえ親、私のまあおじいちゃんが入院するという時に、私のことも考えなさいよと母から言われてしまいました。親に辛労をかける悪者扱いのような言われようや、おじいちゃんを引き合いに出し私の行動を責めるような扱いは少し疑問を感じてしまいます。親の気持ちは分かりますが、自分の年齢を考えれば自分で選択していいように思います。岡田さんの考えをお聞かせ願えれば幸いです、という久志さん20代ね。まあもうあのコメントにもいろいろ書かれてるんですけども、基本的にはね、どう考えようね、個人的に、僕は個人的に考えるにはですね、公務員の仕事を手放すっていう選択は愚かだと思うけども、人間は愚かになりたい時があるし、愚かな選択をしないとなんか行動できない時もあるからという本音もあるよね。20代なんだから愚かな行動しとけよというのもあるんだけども、公務員で29歳で結婚の予定もないっていう、この追い詰められ方っていうのも変だよな。あのね、長野で立てこもり事件あったじゃない。なんかまあ極端な話になっちゃうんだけどね、長野で立てこもり、あのなんか殺人事件っていうのがついこの間あって、その時にですね、ホリエモンの YouTube 出たんだけども、あれみんなあのホリエモンのね YouTube あれ見た方がいいよ。僕もね、最初はあ、これなんじゃいなって思ってたんだよね。ホリエモンがまた最近よくあるなんか事件があると、ハロー YouTube って言って、なんかこうね、それなりのことをバーッと語って、ホリエモンだから面白いんだけども、あのスタイルのホリエモンって僕好きか嫌いかって言われるとあんま好きじゃないんだよね。ところが今回のその長野4人のやつに関してはめちゃくちゃ面白くて、なんでかっていうと、ホリエモンのなんか本音というかいい人な部分がすごい出てて、なんでかっていうと、そのまあね、あれホリエモンのもう本当に独断なんだけども、彼が勝手に推理したことなんだけども、田舎で長男だからだっていうふうに言うんだよね。で、田舎で長男だと自分が死ぬか人を殺すか親を殺すかっていうように追い詰められるって話をしてて、俺もそうだったんだよって話で、ホリエモンはまあ九州のすごい田舎の家でですね、まあまあ長男だったと。で、親に後を継げっていうふうにずっと言われたと。ところがホリエモンの家ってサラリーマンなんだよね。で、サラリーマンで後を継ぐもクソもないじゃん。後を継ぐもクソもないくせに、田舎で長男であるがゆえにという理由で後を継げというふうにずっと言われててっていうのがあって、それが嫌で東京に逃げてきたと。東京大学受けて、まあ、幸いにして合格したんだけども、なんで東大を受けたかっていうと、もうたった一つの理由で、東京大学だったら親は東京行くことを許してくれたからっていうね。やっぱね、ホリエモンといえども、高校3年の時に自分の人生が自由にならなかったわけだよね。なんか今のホリエモン見たらさ、高校3年生ぐらいで全部自分の生き方決めてさ、好きな場所へ行って好きな仕事をしてっていうふうに思うじゃん。でもあのホリエモンですら高校3年の時に親から離れて東京で暮らす方法っていうか、親に後を継げっていうことから逃げる方法って東京大学に行くことしか思いつかなかったんだって。で、東京大学に行ったら、東京大学に合格したからっていうと、親はしぶしぶじゃあ仕方ないなって言って、その東京に行くことを、でつまり九州の大学じゃなくて東京の大学に行くことを許してくれたって言うんだけども、それでまあ東京の大学行ってからは一回も帰省してない。夏休みも冬休みも一回も帰省しなくて今に至ると。それぐらい田舎っていうのはすごい。田舎に住んでいて、近所の人もみんな昔からの知り合いで、何代も前からなんかこう知り合いの付き合いがあって、そこで縛られて、そこからずっと抜け出せなくなってしまう。なんかもうそういう状況にあったからこそ、
親の出来のいい親から出てきた息子で、で逃げ場がなくなってっていうことでああなっちゃったんじゃないのかっていうのは堀江門の考えなんだ。でもだからといってじゃあ東京に出てきたらなんとかなるのかと、なんとかなるわけじゃなくて、堀江門みたいに東京大学行けるわけじゃないよね。ほとんどの人は東横キッズになっちゃうと、東横キッズになっちゃうけどもうそれでいい、その方がマシだっていうふうに言うわけだよね。で堀江門行ってないんだけども、俺その東横キッズの方がマシだっていうのにびっくりしてさ、それどういう意味かっていうと、犯罪に身を染めるようになっても結果的にオレオレ詐欺なりなんなりで犯罪に身を染めるようになっても、それでも自分が死ぬか親を殺すかというふうに追い詰められるよりはマシだから、何でもいいから東京に逃げてこいっていう話をして、だからそれって堀江門の普段の堀江門らしくないアドバイスの仕方でね、なんか結構面白かったんだよね。面白があるというのもなんだけども、堀江門の話はすごく面白かったんだよな。でこの久志さんですね、29歳の作家としてデビューすることを夢見て退路を断つために仕事を辞めるんだったら別に一人で決めりゃいいんだけども、これに親の了解を取らなきゃいけないっていうところが、ああなんかやっぱ田舎ってそういうところなのかなって思うんだよね。別にそんなもん相談しなくてもいいはずなのに、なんで相談しちゃうんだろうと。いや親に相談しました、こんなこと言われましたって書いてるんだけどさ、こんなこと言われるのはお前が親に相談するからじゃんって俺なんか思うんだよ。親に相談するお前がバカだよと、29で何親に相談してんだよバカっていうのが僕の結論なんだけども、堀江門ほど優しくないからね。なんだけども、もしなんかその勝手にね僕とか堀江門が考えているようなことで堀江門共犯者にしちゃうんだけども、事情でやっぱりその親に相談しないと進まないというような状況なんだったら、理性的な判断としては公務員やめずに小説書いたらと。だって小説家になったら公務員やりながら小説書く程度のプレッシャーというか忙しさなんて、あんなのがしんどいって言ってた俺はなんでバカだったんだっていうぐらい小説家になったらもっとしんどいから、だからデビューを夢見てるって書いてるんだけどさ、デビューなんてもうなんかファーストステップでしかないよ。何がしんどいかって言ったらずっと書いて、ずっと面白いもん書いて、ずっと売れるもん書いてのプレッシャーの方がずっときついんだから、公務員やめない方がいいに決まってるし、公務員であることを売りにしてる兼業小説家の方が絶対取材も来るって言ってなもんだろうね。まあ、だからあの僕の結論からしたら、今の場所から逃げたいんだったらそれは親から独立することだし、親と相談せずに最初にやることは一人暮らししろよですよ。書いてないけども一人暮らししてねえだろお前は。一人暮らしして公務員やりながら小説書けよっていうのが僕のアドバイスです。すいません言葉がなんか汚くなっちゃって。堀江門のこの本で言うと、幼少期はまあ貧乏だわ、貧乏っていうよりもあるんだけどもね、とにかく親の仲が悪いのこれ。幼少期はとにかく、まあ、貧乏であるというのもあるんだけども、ものすごい田舎に住んでいて父親と母親の、ね、仲がめちゃくちゃ悪かったんだよ。今はもうその父親と母親は離婚してお互い会うこともないっていうことなんだけども、その特に母親だよね、すごい怖い母親で、一回言い出したらもう自分の言ったことを絶対引っ込めないような母親になったんだ。中盤出てくる大学時代、東京大学時代に付き合っていた彼女の話とか出てくるんだけど、その彼女もね一回言い出したら聞かない人でっていうか出てくるから、なんかねそんなにね嫌で嫌でしょうがなかった母親と同じような女の人と結局付き合っちゃうんだなっていうのをなんかこう面白かったです。幼少期はそういう怖い、例えばもう全然スポーツとか したくないしやりたくなかったんだけどさ、母親がいきなりなんかお前は柔道に行けっていうふうに言ったので6年間いやいや柔道に行ったっていうエピソードが出てくるんだけども、こういうことを無理やりやらされるぐらい、まあ、辛かったと。で満たされない何かっていうのは九州の片田舎に住んでいて何もなくて、で頭だけは良かったんだ。小学校からの時から本当に勉強なんかせずに教科書読んでるだけで試験で満点取れたと。そんな子供だったんだけども、なんかそっから先がない、まあ、九州のいわゆる親が強いところに住んでるから、まあ、頑張って九州大学に行くかぐらいの将来しかないところで、周りの人間と仲良くしろと言われてもなんで仲良くしなきゃいけないのか分かんないっていうような状況で、どん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 満たされない、なんか田舎に住んでて俺はこのまま終わっちゃうのかみたいなものがずっとくすぶってると。
で小学校の時にね、ホリエモンは東京旅行するんだ、家族で、家族3人でお父さんとお母さんと、仲悪いお父さんとお母さんと3人で東京行くって。でもすごい東京楽しみしてたんだって。まずその頃九州にはなかった地下鉄に乗れると。地下鉄ってどんな乗り物だろうと。次に東京に行ったら高層ビルに行きたい、サンシャイン60の上まで登りたいっていう風にずっと考えていて、やっと東京駅に着いた。ところが東京駅に着いて、そこから丸の内線に乗って池袋に行くはずだったのが、お父さんもお母さんも田舎元で、東京駅っていうのはもう人がごった返してるから、どうしてもその地下鉄の丸の内線に乗れないと。知ってる人はわかると思うけど、東京駅から丸の内線の東京駅って結構遠いんだよね。その地下街通ってまっすぐ行くっていうのが分かんなかったから、結局お父さんとお母さんと3人で山手線に乗ってぐるぐる回っちゃったんだって。でぐるぐる回って、ウグイス谷とかさ、日暮里の辺のもう本当に九州と変わんないような田園風景を見ながら、なんでこんなことになるんだ、なんで俺の両親は地下鉄も乗れないんだ、なんてみっともない恥ずかしいっていうふうに、小学校の時のホリエモン少年はうわーっと考えていて、ようやっとサンシャイン60に着いた時にはもう時間がないというふうに言われたから、とりあえず上の展望台まで上がっていく。でそこでビル街とかを見て、やっと東京に来た、東京だって思ってて、うわなんか住んでるところにはビルなんかもうほとんどなくて、もう2階建てぐらいの家しかないのに、ビルだっていうふうに見てんのに、見たから帰ろうというふうに言われた。ちょっと待てよと、俺の両親はこれを見てすごいと思わないのかと。両親ともに東京に来たことがないんだ、初めて東京に来て、なんでこの風景を見て感動しないんだ、いつもの自分の世界と違うものを見て感動しないんだと思って、でももう早く帰ろう、早く行こうと言って、で急に母親が日光に行きたいってその場で言い出したんだよね。日光行って日光東照宮を見たりしたいというふうに言い出す。そうするとお母さんっていうのも一回言い出したら引かない人だから、何が何でも日光行くって話になって、そこで時刻表とか見たらギリギリ間に合うんだって。でギリギリ間に合うから行くということになって、そんで日光に着いた時はもう夜遅くて、旅館でももうご飯終わってるから、とりあえずここで何か食べなきゃいけないということで、その場で池袋の駅の駅の構内にある駅そばを食べに行くって話だ。もうだから東京に来てさ、まだ何も食べてないんだよ。ホリエモンにしてみたらさ、生まれて初めての東京でずっともう一生に一回あるのかないのか分かんない時に、もう地下鉄にも乗れない、サンシャイン60も上に上がって一瞬見ただけでも親に帰ろうと言われる。であんなものを食べたい、こんなものを食べたいというふうに思ってたのに、急に駅の中の駅そば食べるだけでそのまま日光に行くというふうに言われて、ホリエモンはもうそこでバーッと涙が出て、なんでっていうふうに叫んじゃうんだった。なんでって叫んで、なんでこんなことすんの、なんでこんなことすんのって言ったら、そしたら両親の顔が急にしらってして無表情になって、あ食わなくてもいいんだったら食わんでええよっていうふうに言われて、両親がスッとそばへ入っちゃった。でホリエモンはそこで外で待ってて、でそのまま両親出てきた日光へ行って、もう夜お腹空いたんだけども、そのまま布団の中で寝て、翌日日光東照宮とかの観光してさ、で九州帰っちゃったんだって。でそのエピソードがこの中で割と前半3分の1ぐらいのクライマックスなんだ。でなんでこれを書かなきゃいけないのかっていうと、結局これはそのなんだろうな、ホリエモンっていうのはさ、貧乏とかさ、そういう状況が辛いんじゃなくて、大人になんかね、思い通りにされるのがすごく嫌なんだよね。で大人の思い通りにされるのが嫌だというところから始まって、で大人の思い通りにされないように踏ん張ってきた結果、逮捕されてしまって、でライブドア事件で刑務所に放り込まれて自由を2年間奪われるっていうクライマックスにこうできてるんだよ。あんまりね、なんかこの本ってそういう風に読めるようにはできてないんだ。自伝風に書いてるからさ。でもストーリーとしては完全にある自由を奪われたことがトラウマの子供が、東京に行けば自由になる、金を持てば自由になる、いろんな企業を買収すれば自分がやりたいことがどん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 増えていって、自由性が増えていくって話だったはずだったんだよ。でもそれが失われてしまうという話なんだ。今親とは仲がいいのかな、いやいやそれがねあんまり良くないみたい、もう両親ともに、離婚しちゃってるし、親ともあまり意思疎通ができない状態でっていうのは続いてる。それはねなんかわかるんだよね。その後もホリエモンっていうのは、まあ、東京大学に入るんだけども、東京大学に入るのもまあ完全に親からの脱出だよね。九州から逃げたい、親から逃げたい、そのためには
普通に育ったら九州大学に行くしかないんだよ。そしたら親から逃げられないからさ、東京大学ぐらい言わないと親から逃げれないでと同時に、まあ、これがねこいつの嫌なところでもあるんだけれども、東京大学ぐらいだったら勉強すれば入れるよということで半年間がっつり勉強して、夏休み前には東京大学 F 判定だったの受験直前にはね A 判定まで持っていて A かな B だったか判定まで持ってってスポーンってなんか東京大学入っちゃったんだって。動画へのご意見ご感想、親からの自立についてコメント欄でお待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。